江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら韓国さん、建物施設が次々崩壊してしまうと。はい、どうしたんでしょうかね。それでは見ていきましょう。くーちゃんお願いします。京畿道龍仁市所仁区にある2600平方メートル規模のビニールハウスで多肉植物を栽培する医師は、30日早朝から倒壊したビニールハウスを行き来しながら鉢植えを移動させる作業に追われている。27日から28日にかけて降った40センチメートルを超える豪雪により、ビニールハウス3棟の屋根が崩壊し、医師の家族は中にあった多肉植物の鉢を別のビニールハウスに移している最中だ。多肉植物の80万個のうち一部は崩れた屋根の下にうずもれて、すでに手の施しようがない状態で、比較的状態が良好な鉢を選び出して移動させていると医師は語った。医師は、寒い天候の中で多肉植物が凍らないよう知人の助けも借りて懸命に鉢を移しているが、他のビニールハウスはサイズがはるかに小さいためすぐに満杯になりそうだと述べ、移さなければならない鉢の数が非常に多いため事態をうまく収拾できるかわからないと嘆いた。また関連保険にも加入していなかったため被害が非常に大きくなると思うとし、とりあえず鉢の移動に集中し、倒壊したビニールハウスをどう撤去するかは後で考えるつもりだと深いため息をついた。117年ぶりの11月の大雪により、京畿道では施設被害が2900件以上に上っている。雪はすでに止んだが、倒壊した建物の復旧や日常の回復にはかなりの時間が必要である。安芸市大徳面にあるサボテン輸出団地でも2日間降り続いた豪雪の影響で大小の被害が発生した。ここでサボテンを栽培する70代のキムシのビニールハウスも、前日の朝に重い湿った雪にうずもれて一瞬で倒壊した。倒壊の影響ですでに2日間暖房装置が稼働できず、熱帯性作物であるサボテンは商品価値を失った。キムシはビニールハウス内に不用意に入れば再び屋根が崩れる恐れがあるため、遠くから現場を見守ることしかできず涙を飲んでいる。キムシは関係当局から支援があるまで復旧作業どころか中のサボテンをきちんと確認することもできそうにないとし、手塩にかけて育てた作物を全て処分しなければならない状況で、被害額がどれほどになるか見当もつかないと話した。京畿道内では豪雪による停電や断水が続き、住民たちが大きな不便を感じている。ヤンピョン郡都議平表無王里に住む医師62の住宅も、27日に雪が降り始めて以降停電と断水が発生した。停電は3日後の30日午前にようやく復旧したが、水道は依然として使用できない状況だ。このため医師は高齢の父親と息子と共に数日間、夜はろうそくを灯し、キャンプ用暖房器具を使用して生活しているという。シャワーは外部で調達した水を携帯用ガスコンロで温めてしのいでいる。医師は、メン村事務所では近隣の宿泊施設を利用するよう案内されたが、父親が移動しづらく自宅の灯油ボイラーが故障しないか心配で家を守ることにしたと述べ、一刻も早く復旧作業が進むことを願っていると話した。京畿道荏原道、多田清道、前北などでビニールハウスや畜舎など約110ヘクタールにわたる農業分野の被害が発生した。今回の雪は水蒸気を含んでさらに重くなった湿った雪、湿しすぎが中部地方を中心に降ったことが特徴である。先月29日午後10時時点で、京畿道ではビニールハウス69ヘクタール、畜舎18ヘクタールなどが被害を受け、最も大きな被害が確認された。また、多田市南では11ヘクタールの被害が発生している。被害の集計面積は今後さらに増加する可能性がある。京畿道は豪雪被害の復旧に向け、災害基金735億ウォンを31の市、郡に一括支給するなど、総額3010億ウォン規模の財政支援を行う予定だ。はい、ということでですね、こちら、まあいろいろな被害が出てるんですけれども、写真をね、ちょっと集めてきました。これ全部雪による被害ですね。これがさっき一番最初に出てきた多肉植物のビニールハウスということで、これも多肉植物なんですね。これはあのボランティアの人がまあ移動の手助けをしていると。
これは市場だそうです。市場の内部が屋根が倒壊しちゃったということで立ち入り禁止になっている。これどこが倒壊してるのかよくわからないんですけども、これ普通ビニール倒壊してるのかな。してるね。してるかな。だって人が入れないようにしてるんですね。ああ崩れてんね。中が見えてる。おじさん、商店街か。これはさっきの市場ですね。これはゴルフ場の打ちっぱなし。このネットが倒れたらしい。こんな感じでね、それではですねこちらに対して韓国の反応いってみたいと思います。はい、それではですね、1人目こちら。なぜ島民の税金で支援する必要があるのか。普段から保険に加入し準備を徹底している人はバカを見るのか。157.3。仮設建築を適当に手抜きして建てて適当に商売をしている間に災害地域に指定されて保証を受ければ大儲け。誰も苦労して頑丈な建物を建てる必要がない。国が全部保証してくれるから。どうせ普通のサラリーマンから絞り取って国庫を埋めればいいだけだ。69.27。関係当局の支援が来るまで復旧どころかサボテンもちゃんと確認できないって。何を言っているんだ。公務員が農業の失敗を保証して修理も手伝わなければならないのか。45.0。雪が多く降ったら屋根の雪を随時取り除かなければならないのではないか。崩れたらダダ政府にお金を要求するのか。38.2。国民性が貧乏症になった。何かあるたびに特別対策地域に指定してくれと大騒ぎするばかり。24.8。ビニールハウスの上に融雪用の電熱線を設置すべきだった。雪が降る冬に農業をするためにハウスを作ったのに雪に対する準備をしないなんて誰の責任だ。電熱線を設置しなくても雪が降り始めたら塩化カルシウムを撒くだけで全部溶けるのに知能が低いのか。それともこの機会にしっかり儲けようとしているのか。81。設備投資もしない。保険も入らない。それでお金を稼げば全て自分のもの。問題が起きたら国の支援を求める。これはおかしい。60。支援が必要ない理由は支援を受けられるからとわざと崩れるよう放置するケースが多いからだ。どうせビニールハウスも大半が支援金で建てられたものだ。正直言ってあのサボテンが全て売れる保証があるのか。養殖場で魚を集団地させる理由もそれらを全部売るよりも地がせて保証を受けた方がはるかに利益になるからだ。農業も国のお金で行い被害が出ても国のお金で復旧する。事実上地主たちは無料で農業をしているようなものだ。60。支援する必要は全くない。災害地域に指定しても感謝する気持ちもない。支援されるのが当然だと思い支援されなければ大統領を非難する。地方自治体があるのは何のためだ。40。ああ本当感謝しないよな。どうしろと誰がサボテンを育てろと脅したのか。そんなところに税金を使うな。20。保険に入らなかったのが悪い。20。はい、という意見でした。それではですねチャットの反応いきましょう。本当だよ。上の方からいきますかね。むしろ今まで崩壊しないで残ってる方が不思議なんですけど。わら。雪下ろしを怠っただけじゃん。自分の責任を他人ユンのせいにするのか。わら。それ一般生活ではなく事業なのになんで政府が全てやってるれると思うんだ。なんで降雪対策してないんですかね。サボテンや多肉植物ならそれなりの温度で温めてなかったん。温めてたら雪が溶けるはずでは。寒い国のくせに雪の重さを甘く見てんじゃないの。そもそも保険なんて入るような民族じゃないだろ。雪の被害が随分早いが北海道と同じぐらいの寒さと降雪量なのかな。雪害とか過去に何度も起きては繰り返し対策してそうなものなのに。いやーから備えない人が悪いとか言ってる人が災害に遭うと阿鼻叫喚で支援しろって大騒ぎするんでしょう。わら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。